はい、皆さんこんばんは。レッツゴー動画部部長の遠藤です。今日はこちら、カリスマ天才からは教わるなというタイトルでやっていきたいと思います。はい、皆さんはどんな人から教わりたいですかって言ったら、やっぱりね、やっぱり実績すごい人から教わりたいって思うと思うんですよ。これは、まあ、遠藤もそうだからそうだなって思います。だけど全部が全部実績がすごい人から教わるっていうのは若干微妙だなと思っておりまして、今日はそのお話をしていきます。実績がない人から教わろうって言ってるわけじゃないですよ。もちろん実績がある人とか、カリスマとか天才とかから教わるのはいいんですが、実績がある人はいいんだけど、カリスマ天才っていう人からだとちょっと難しい場合があるので、そんなお話をしていきます。でまず実績のすごい人っていうのはこういう傾向にあります。エース、カリスマ。エースっていうのは、まあ、売り上げ一番を取ってましたとか、まあ、天才的な要素があったりとか、まあ、カリスマっていうのは支配力があったりとかするんですよ。で彼らの欠点は何かっていうと、なんだと思う？仕事はできるんですよ。だけど天才すぎてできない人の気持ちがわからないっていうのが欠点なんですよ。本当にそう。で、私も天才でカリスマだと思ってたことがあって、でもこの人たちって悪いわけじゃないですよ。もちろん仕事ができる、実績も出せるんだけども、自分ができるっていうのが、まあ、大きなポイントのところね。自分ができるのね。でこいつは見分け方があるんですよ。天才とかカリスマとかエースの人に、なんかこれ教えてくださいよって聞くと、こんなこと言われたことないですか？え、昔はこうやって教わったんだよ、見て盗め、普通わかるよ。はい、これですね、本当に昔遠藤が超言ってました。アルバイトの人とかエステ時代の人とか、私結構本当にね、ちょっと性格悪かったんで、自分売り上げ上がるからね、そんなん普通見ればわかんじゃんとか、一緒にいるんだから見てわかんなきゃダメだよみたいなのとか、私は先輩にこうやって教わったわけだからできるよみたいなのをめちゃめちゃ言って、遠藤さんと働くのが嫌ですって何人かの人に言われたりとか、何人かっていうか私の部下はの人は全員言ったかもしれないぐらいこれ言ってたの。めちゃめちゃ最悪なね、人ですね。で、みんなはこれから講師になったり人前で喋っていくっていうことは、これではダメなんですよ。わかると思うんですけど、これじゃダメなの。これじゃダメなんです。どういうことかっていうと、最初ってみんな全く知らないんですよ。全く知らないの。ところから知ってるになったと思うんです。で、これができるになって最後教えるになるんですけども、まあ、天才カリスマとかは知らないのから知ってるを経てできるになったわけですよ。で、できる止まりの人がいるんですよ。できるけど教えられないっていう状態です。さっきのこれを言ってる人たちはね。で、私すっごいこれだったから、もう絶対に教育というものができないとやばいなと思ったんですよ。自分が講師になるにあたって教えるのに教育できないんだったら講師じゃねえじゃんと思って、っていうこと気がついたんですね。で、私はできるけどその人たちにできなきゃ育たないというか意味がないというか、仕事それ講師じゃないじゃんと思ったので、ここをですねめちゃめちゃ考えたんですよ。で、どうしたらこの私のやり方を教えてあげられるだろうとか、分かってもらえるだろうとか、っていうのをすごい悩んだ時期があって、できなかったからね。で、今教育とか教えるっていうことにすごく、学びというか時間をね使ってたりとかするんですけども、で教育ができると何が無敵かっていうと、結果的に自分が一人でお店をやってる、自分が一人でお仕事をしてる状態を誰かに教えていくことによって、その人がまたできるようになったら今度自分の手が空くよねと。で、手が空いてきたら自分また違う仕事ができたり、その仕事の幅を広げたりできるんですよ。
で自分の部下と言われる人だったり一緒にやってくれる人たちがいっぱい増えていくと今度仲間が増えてくるんですよ。そうすると今度できることの規模が違ってくるんですよ。たくさんの人を集めるのにも100人でじゃあ100人集めようっていうのと1人で100人集めるのとどっちが大変って言ったらやっぱ1人で100人集める方がしんどいんですよ。だから教えられない人は最終的にいつまでも苦しいの。いつまでも自分一人でやんなきゃいけないの。しかもその素晴らしい技術を次世代に告げないからあなたの世代で終わりなの。もったいなくない？なので私は教育っていうのは絶対にあった方がいいと思うし、せっかくねこれから講師とか何かを教えていくっていうのであればここの分野をね意識してもらいたいなと思うんですよ。今まで自分ができるようになったじゃない。できるのはもうできたからもういいのよ。でここでエースとかトップを取ろうともしなくていいから、それを次世代につなげていくには教えるっていうスキルはいるなって思ってます。なんでその普通できるじゃんとか見たらわかるよ盗めばいいんだよって言っちゃうかっていうと、262の法則ってみんな知ってるかな。ざっくりなんですけども、世の中には、110ね、世の中を10で分けたとしたら上位2割の人っていうのが、天才カリスマエリートとかエースとか、仕事ができるとかね、何をやってもなんかできるタイプの人っているじゃない。で6割の人が、波とか一般とか、普通っていうところなんですよね。で一番下のところが、比較的劣ってる部分がある。でこれは、仕事だけじゃないです。恋愛に関してもそうだし、人間関係がカリスマ的な人もいれば波の人もいたり劣る人がいたり、マネジメントが天才的な人もいたり一般の人がいたり劣る人もいたりとかするんで、分野ごとに違うんですけども、じゃあちょっと大きめに分けて仕事って考えた時に、カリスマ天才エリートエースはここなわけですよ。でここの気持ちがちょっと分かんないから、もうここの2割の人と一緒に仕事したいって思うの。分かる、楽だから。だって何も言わなくてもできるんだもん。だけどよく考えてください。世の中は残り8割でできてるんですよ。だから2割と8割でどっちがパイがでかいかさ、こっちがでかいの。だからこの人たちをどう持ち上げていくかなんですよ。だって10人いたら8人普通もしくはできないんですよ。で2割探そうが大変なのよ。で2割の人って自分でできるから、そもそもあんまり人につきたくないのよ、自分でできるから。だからこの普通だったりとか今ちょっと見込みあんのかなみたいな人を自分の力で2割にしていっちゃうことが必要で、私がねよく辞めさせてたのは、この一般の人とかもしくは私の中ではこいつ仕事できねえなってぶっちゃけ思ってた人がいるわけですよ。でその人たちをバシバシ切ってったわけ。切ってたって辞めちゃったんだけどね、辞めさせちゃったんだけどね。そうすると何が起こるかっていうと、また結局この10の構図になるんで、入ってくるのは上位2割は残ってるわけだから、一般か劣ってる人しか入ってこないのよ。だから永遠に自分はその教育をし続けるのに、毎回その教育が下手だから6割2割の人はまた辞めて、また6割2割の人が入ってくるのよ。エンドレス何も良くならない、自分が教えた時間だけ無駄になるみたいなね。これ意味なくないですか。だから少しでも育てて上の人を増やしていってあげる、またここの2割には262ができるんだよ。なんだけどもその中でも上の方に持ってってあげて、で全部の、なんでしょうね、底上げをするみたいな形で考えていくといいので、だからもう普通できるとか言ってたらみんなこっちの人辞めちゃうわけよ。ついていけないとか、遠藤先生だからできるんでしょ、私そういうのじゃないんで無理ですとか、そんな嫌だったらやめちゃえばとかもめっちゃ言ってたしね。100枚売れないやつは今すぐやめろってめちゃめちゃ言ってたのよ私。性格悪い、ね、なのでそういうことがあったので、私は今教育っていうのは大事だなと思うんですけども、じゃあ教育に必要な力ってなんだろうっていうことなんですよ。みんな講師としてやっていく上で、重要なものがありますよと。で教えるっていう時はカリスマ天才エースとかの人ね、多分みんなも教えるっていう立場であればもうこっちなんですね、さっきの上の2割なのね。でその時に相手のね気持ちを考えなきゃいけないんだけども、相手の気持ち考えるって言っても分かんないと思うので、あなたのやってきたことをちゃんと分析して体系化してあげてください。私は見りゃ分かるじゃんじゃなくて、何をやったの、何回やったの、何ヶ月やったの、そしたらどうなったの、だからこれをやるといいよっていうことよね。そう、何が良くて悪かった、だからこういう順番でやるといいよとか教えてあげると
その一般の人とか劣ってた人であったとしても最低限はできるようになるんですよ。で、彼らもバカではないです。ちゃんと考えてるの。ただ今教わったのは初めてだからできないだけなのね。で、まあもう一個ね、教育なので育む、教える、ティーチの方は分析体系化が絶対必要で、育む、一緒にやっていく、育てていくっていう部分に関しては今できないことを、まあ、許す、認めるって書いてあるんですけど、まあ、見守ってあげようよってことですっていうスキルがいるんですが、ただどちらにしても一番必要だなと思うのが、これ含めね、伝える力なんですよ。で、これはこの間言った4つのステップっていうのがあります。それも含めてなんですが、伝える力って実はそれだけじゃないんですよ。言葉で言うのもあるんだけども、ここで言う伝える力はあり方とか、その人のあり方とか物事の考え方とか思考とか、そういうのも含まれてますよと。ただそれも言葉にして伝えないと相手はわからないのね。おはよう、全員にこっちはね丁寧に目見ておはようって言って毎日やってるみたいな、例えば習慣があるじゃないですか。でもそれを部下にほらほら見ろ見ろ、これが先生だぞって言わないでおくと、部下はあの人元気だなって思って終わりなんですよ。えみたいな。そうじゃなくて、この挨拶はなんでこんだけ元気でやるかっていうと、目を見て挨拶をするってすごく大事なんだよって、なんでかっていうとねって教えてあげないと、あ、だからこの人はいつもどんだけ、まあ、嫁さんと喧嘩しても旦那さんと喧嘩しても子供が朝ぐずって遅刻しそうになって焦ってきたとしても必ず笑顔でやってくれてるのはそういう意味があるんだ、じゃあ僕も頑張ろうって一個できることを増やしてってあげるんですよ。教育が下手っぴな人っていうのは言わないっていうのがすごく多いですとか、言葉にできないだ、それはそれを相手にやれっていう方が無理なんですよ。だって思い出して、自分もできない時あったじゃない。その時に教えてもらったでしょ、言葉で伝えてもらったはずなんですよ。で、自分は見て覚えましたって言ってるかもしれないけど、そんなことはないです。それもあるかもしれないけどね、優れてる人だったら。だけどもしそうじゃない人たちがいるんだったら、そうじゃない人たちにもしっかり活躍を今後してってもらうために、言葉を使ってももちろんそうだし、あり方とかも重要です。でもどちらにしても伝える、それを言葉にして相手が腑に落ちたら行動するんですよ。先生、教育者、教える人、講師の人っていうのはそれを全部お伝えしてあげないと伝わってるでしょ、じゃあダメなのっていうのを今日はですね、お勉強してくださいという形でした。私はいつもね、エースになりたかったの。なんかやったら自分が一番でいたかったの。一番でいることが当たり前だと思っていて、上昇、常に勝つっていう言葉が大好きです。未だにそうなんだけども、でも私がずっと勝ち続けてて何の価値があるかっていうと、それを誰かに教えたり誰かができるようになった方が実は自分の価値も上がるんですよ。だって教えられないってそこで終わりだもん。うん、私の伝えたかったことは私の世代まででしか伝わらないんですよ。それって私がいつも言ってる多くの人に伝えたいっていうのと逆行してんじゃん。意味わかる？自分の世代で終わったら、じゃあ自分が生きてるまでに教えられる人何人なのと、じゃあ後継者ができたらその人が伝えられる時間があるわけよね。それ2倍になるじゃないとか、で3倍になるじゃない、4倍になるじゃない、早いじゃん、いっぱい伝わるじゃん、そっちの方がいいじゃんって思って、やっぱり教育っていうのにも最近とてもとても興味があって、お勉強をしながらですけども、みんなに今日はねシェアさせていただきました。あんま偉そうなことも言えないんですけど、今ちょっと学んだ上で、今日はお話をさせていただいております。では、今日はこんなところでおしまいになります。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。